二代目、三遊亭演歌は、日本の落語家。本名、田中利介。出林は、踊り地。新潟県新潟市出身。新潟県立新潟中学校を卒業。当時の落語家には珍しく旧正中学校を卒業の、高学歴で、家は、洋館三階建ての裕福な両替屋であったが、祖母が、米相場で失敗して破産し、神奈川県横浜市で、 貿易召喚員として、働くも、女性問題を起こしたことがきっかけで、北海道札幌市に移り、京染め屋を始める。下流会相手の商売を通じて、元話家の松野家右隆と出会ったことで、落語に興味を抱き、素人演芸の集団に加わる。北海道に移り住んだ後は、旅回りの一座に入り、勝手に東京落語の重鎮。 三遊亭龍隆氏と名乗っていたが、小樽市で巡業中の二代目三遊亭松園朝に見つかり、それがきっかけとなり、落語家の道に入る。1914年4月に東京の初代三遊亭演歌に入門、三遊亭霞と名乗る。1917年に煮詰め昇進して三遊亭歌役校を名乗る。1920年4月、新内昇進。 1934年10月に2代目、三遊亭演歌を襲名。1963年、落語協会副会長に就任。その後、健康上の理由から、落語協会会長を退いた、新章の後任として演歌を推す動きがあり、本人も意欲を示していたが、新章が芸の力量を優先して6代目、三遊亭演唱を会長に推薦したため、 対立を避けるために新章の前任の会長であった八代目、桂文楽が会長に復帰し、演歌は副会長に収まったという経緯がある。腎臓病を患っており、1964年7月末に、富士テレビの演芸番組に出演中に倒れ、結局は会長就任がかなわぬまま、8月25日に尿毒症で死去、去年74、没後、 副会長職は炎症が引き継いだ。非常な努力の末、新潟鉛と喫音を克服。普段の会話ではどもり癖が残っていたが、講座に上がると、弁絶爽やかに切り替わる名人ぶりを見せた。ただし、講座の最中、不意にどもりが出るとセンスが痛むほど床で調子を取っていた。モダンで明るくあでっぽい芸風で、女性描写は絶品であった。炎症小話もよく演じた。 残された音源では放送禁止用語が連発されているものの嫌らしくは聞こえないなどかなりの力量を持った話家であった。また講座では手拭いではなくハンカチを使い腕時計を女性のように内側に向けてつけたまま演じていた。洋芸で手品の披露をしたこともある。自身稽古をつけてもらった経験のある七代目立川男子によれば演目の姉妹に 自ら茶々を入れながら踊りを見せたりすることもあったという。大の歌舞伎ファンでもあった。浅草から新宿末広邸への口座掛け持ち移動中に時刻を知ろうと懐中時計を覗いたら中の機械が全て取られていることに気づく。警察に届けたら盗んだすりの紙がかりの仕事に感嘆する書院らにここまでされて気づかなかった。あんたもすごいと呆れられたという。五代目。 三遊亭窓科学は六代目、三遊亭炎章に入門する二年前、入門するつもりはなかったが人柄が良さ、そうだったからという理由で、演歌に落語家になることについて相談をしに行った。五代目古今亭新章とは、息子が新章の娘と結婚したため、一時期親戚関係にあった。演下の本名、田中利介は、落語、過食木綿で表札に書かれていた名前に、 今なお使用されることがある。晩年は自家用車を買って自分で運転していたが人にぶつけてはいけないと非常にスロー運転で銀座であまりにも遅すぎると警察から罰金を取られたことがあるという。70歳を過ぎても自ら進んで刑務所や老人ホームや町内会の慰問に出かけた。三代目三遊亭金馬は兄弟子にあたる。小言神戸と あだなされた金馬は楽屋から客に聞こえる声で、下手くそとロシるなど、演歌に対しては、特にきつく当たったが、越後人らしく怒らず辛抱を強く耐えていたという。持ちネタは多く、新作では、呼び出し電話、社長の電話、空き巣の電話、ボロタク、木炭車、巻き返し、馬大化を演じた。芝居話では、七段目、まさかど。古典では、あまり演じ手のない、 コンダや、写真のあだち、モンサブロ山岡角兵衛、首竹、姫語り、夢の富、七草、西行、羽内は、竜宮海流のとなどを演じた。芸域は、非常に広く、新作を演じることで知られた話家ではあったが、古典の持ちネタは、滑稽話のみならず音曲話、芝居話、人情話等とたきにわたったという。その数は、 持ちネタの多さで知られる六代目、三遊亭炎症にも匹敵するほどではなかったかと、5代目、三遊亭窓科学は語っている。ありがとうございます。